お疲れ様です。今日はですね、マクワ2024、4日目やっていきます。ってことで、まあ、前回ね、4500行きまして、まあ、結構22レベルもね、まだまだ余裕があるかなと言ったとこですかね。で、次が、まあ、46で天空決闘場、5000でさ、ディガーの洞窟という感じですね。まあ、5000行きたいね、今日はね。はい。でも、そろそろ、本気で負ける可能性もね、高まってくるトロタイだと思うので、まあ、気緩めずね。はい、やっていこうかなと思います。よいしょ。まあ、デッキ箱はいつも通りのね、はい、これですね。まあ、ちょっとゴールドが当たんないかなぐらいですけど、まあ、このデッキでも、ユニレベデッキ、まあ、すべてね、これでまだ全然いけてるので、はい、この流れでいこうと思います。ウォールブレーカー、強いね。で、ロケ砲、これちょっと進化はね、まだまだずっと悩んでます。さあ、ユニレベは、まあ、11ね、ネクロね。いや、もうちょうどいいね。11ぐらいがちょうどいいね。13が来ると、普通に危ないんでね。よいしょ。ういメガネと銃ね。いやー、かわいいね。しかもすれ違いして、ネクロをしばいて、これワンパンあります。形組んで、やりごま8。ういこれ絶対止まりません。やなめ使いました。ガーディアンも召喚しちゃいます。ウォールブレーカー追加で、まあ、一撃でキングまでね。まあ、相手タールビ級なんでね。普通にタワーレベル11とかもっと格上ね、引けたらいいんですけど、ちょっと俺が格上すぎるんで。まあ今日も今日とてこんな感じで、ね、楽に勝っていきますか。まあさすがに5000、どうなんだろうな。5000付近、そろそろやばい敵が来てもおかしくない。ミステリーボックス目当てですね、今日も。さあ、まあ、どんどん行きましょう。まあ、タレベ10は同じね。変わんないっすね。あー、枯渇か。端前プリンとか嫌だな。からの、まあ、ガーディアン行きます。で、ウォールブレーカーまで行っちゃいます。あー、なるほど。ウッドとか使ってくんねえか。え、普通の枯渇デッキかな。これでも、ウッド持たれてたら、ちょっと怖いね。まあ、やなめでもですけど。頼む。なんかこの時ちょっと弱い気がしてるんですよね、最近。端前プリン来そう。警戒だけして、まあ、コカちゃん系っすよね。こんにちは。吹き矢か。吹き矢プリンやりこぶ。やば。3レベル差グロいか。まあ、一旦のプリンしばきまして。なんかリトプリもね、なんかバランス調整で下放されましたけど、ほんまに下放されたんですかっていうぐらいまだまだ強いですね。うん。いや、ダメ。まあ、もったいない気もするが、まあ、バレルもメガネ止まるんで、おい、ウッド使いましたよの、進化じゃねえ。普通にウォールブレーカー一発入ってんな。いやー、幸せなマッチングっすね。え、ちょっと待って。気抜いてたらさ、気抜いてたわけじゃないんですけど、気づいたら、やばい。え?やばい。相手2レベル低いのに。さすがに。まあちょっとね、改めてね、トロフィーいくつまでいけるか予想してみてくださいよ。皆さん、お願いします。俺の予想は、まあ、7050。どうですか?7000 まで気合でいってからの気抜いて終わっちゃう。7050目標。いけたら嬉しいなぁ。7000いけたらでも上出来だと思うんですけどね。ブラスターね。いや、このデッキあれかもね。ブラスター引いたらちょっと弱いかな。残れ。いやー、なんかウォールブレーカーを
させないんだよな、対ブラスターにね。ネクロ11、なんか怖い試合してんな今んとこ。いやー、いいバルキリーだね。まあさすがに形組んで攻めちゃうか、自分からペースを作っていく。まあホーク来たら一応ボムはある。いや大砲の位置うまいね。いや、なんか相手うまくないこれ、近畿とか。いや怖っ。いや危ねえな、なんか。まあでもウッドや矢の雨がなければバレルは刺さるんで、それは強いね。いやウッドがあるんですよね。いやオールブレイカー弱いな。プリンスとかなんか他のにしてもいいな、バルーンとか。なんかブラスターの流行り具合によるけどね。相手だってインレベル10とか11っすもんね。それでなんか今んとこ怖いもんね。まあ行き過ぎちゃうぐらいがちょうどいいんじゃない。ウッド回んないからの進化ロケコ。やばい、普通にやばい、やりすぎたか。あ、メガニートがあるのがでかいな。こんにちは。えらっ、その逆ホグ。フリーズとかやめてほしいな。いや、いいよ。このメガナイトの後ろの、まあ、オールブレイカー自体は強いですよね。え、相手の処理うますぎん？いや、ブラスター、なんか怖いっすね。いや、ボムタワーが強い。なんかユニレベ一緒ぐらいだったらマジ普通に行かれそうなんだよな。ウッド使いました。いやさすがにこのバレルは止まんないっしょ。ザップ意味ないもんな。よし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 、まあまあなんか勝って当たり前だと思うんですけど、まだなんかヒヤヒヤすんのやだな。もっと楽して勝ちたい。さあ、まあこの辺の宝箱も開けながら、これミステリーボックス来たね。いや俺マジ本枠とかも含めて新アリーナも来ました。まだ1回もねスーパーレア以上ね引いたことがないんですよね。もう5、6回ぐらい引いて毎回ヘッポコ、ノーマルかレアなんですけど、まあ 11% でスーパーレア、 1% でウルトラです。で計 12% あります。頼む、いきます、せーの、はい。ああ、もうまず最初にさ昇格しなかったらもう萎えます。あー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 あああああああ、ゴミ箱やん。いやだ、ちょっと美味しい。ゴミ箱の中では当たりか。いやーマジでミステリーボックスむずすぎん、全然出ないよね。やって、トーレム11来た、やばいぞこれ。トーレム11ね、なんか最近ねふわふわしてる気がする。気持ちがこんな中でやるとね、ぬるっと負けちゃいましたがある。そんなこと許されない。これからが本番なのに負けちゃったとかじゃ許せないよね普通ね。京介12。いや、これヤンナーメ持ってないことを祈りたいね。いや、バルーンとかも怖えなこれマジ。いやマジで一旦確実に受けるか。いやー、いいオールブレイカー誘導テスラ。いや、これ京介のバカ避けれるんじゃね、熱っ。なんでバルキリーやばすぎる。メガナヘッドタイム来てる。よしよし、いやー、ナイジャンプからのウッド使ったんでゴブリンバリルも刺さります。いやー、悪くないね。陸受けがちょっと少ないかな。そこだけいい感じのキャラにしたいけど、まあ、ボム使って1本折れたらさすがに2発。いやー素晴らしい。いやー勝ったから。キョスケ12とか怖いもんな。この今俺正直このロケット投手は外したいってか外す予定で使ってるんですよ。
まあなんか他のにできることならしたいみたいな。でしゃーなし進化すけかなーって感じなんですけど、このなんかしゃーなしロケコの時になんかね、バルーンくんのマジで怖いかんな。バルーンだけ本当にやばい。このデッキ対空がなさすぎる。いやでかい、スケで、いやしかもバレルも入るし、メガナイティン、メガナイティンなのよ。しかもガーディアンが間に合っちゃう。やつ。いや、リトポリー。まあ、下放されたものの壊れてはいるか。タワーレベル11ね。さあ、まあ、タワーレベル10。チームドラゴン。え、ブラスター10やん。てか、HP 少ねえの戦いやしいな。いや、マジ、ブラスター多いな。ペッカ。うっと。これなんか一発ぐらい持っていけそうじゃね、気合で。オールフレイカー。頑張れ。よし。でもうタワー1000しかないの、やばくない？タワー2300。2300ってやばいね。普通に。いや、これなんかちょっとむずいな。いやー、インドラか。あー、インドラなんかあんま考えてなかったな。インドラちょっと強いな、俺視点。まあまあ。ペッカ工場みたいなね。なんかすごい陸でいっぱい攻めるデッキとか来たらもう結構詰んじゃうんだよな。これ来るかな？よし。ザップ、意味ないもんね。落ちます。ふい、気持ちいい。ナイス。さあ、また来たね。11。いや、ブラスター9や。美味しい。いやでもさすがにワンパンされるか、オールブレイカー。メガネって 12? 高ない。もう俺と一緒なんだけど。俺と一緒の時点で高いんだよね。マイティ 12? ちょっと待って。俺のリトブリの12と一緒か。いや、だいぶ高いぞ。俺で超高いんだから。いやー、このね、メガネと延命するこのオールブレイカーめっちゃいい。え、ウッド使ったやん。いやー、ロケコ、後ろで行け、お前は。ペシャマリが。いや、なんもない。ウッド使ったもんね。あっつ。ユニレベでのし上がってきた民だな。間違いなくこれは。12レベだもんな。待って、俺の大好きな、来た。ロケホスタンプ手に入れた。スタンプ収集、おめでとう。え、めっちゃ嬉しいんだけど。さあ47到達しましたね。あと300で5000。タワーレベル9か。いってらっしゃい。俺をびっくりさせてくれよ。12レベルとかでさ、13レベルでもいいよ。吹きやね。なんも出てこん。いやー待って。ちょっと攻めすぎたかな。ちょっと怖くなるよね。こういうのって。なんか、オシャンティー受けじゃない？危ねえ、なんか。怖っ。メガナイト怖ー。おぶね、なんか振り向きロケコいたんだけど、今の防衛だいぶセクシーだったけどな。そんなこともないかな。あぶねー。なんかメガナイトって急に来るから怖いよな。攻めてメガナイト来てのカウンターがさ、そのまま来ちゃうからびっくりはしたが、このロケコの拡散が左のタワーに入るのもやばい。いや、まあさすがにか。あぶね。いやー、これなんかやだよな。真ん中に寄せた方が、いや、いいね。火花パチパチ。うん。最強ロケット推し、こんにちは。
うい、いやナイスニート。悪くない。大ヘビー。おい、来たぜ来たぜ来たぜ、11。意外と来んね。まあバレル13ですけど、何か。え、でか、あ、ロケコシバ、シバイチューやつね。これやばいね。やばすぎるか。いやー、メガナイトでいいや。あ、ロケホーホグやん。テンプレなんかな。いやー、まあ待ってもいいな。キング起動されたくないが。されないね。熱いね。いや、これメガナイトの受けだけでむずいよな。普通は。いや、そりゃそうなのよ。メガナイトはレベル10ね。まあ、キング起動ちょっとやりたい部分もあるが、許容しちゃうか。よいしょ。まあ、適当に耐えまして。いやー、勝ったなー。タレベー、マジ、昔はね、本当に何個でも上が来てたんですよ。もうそのトロ体だったらマッチングするみたいな。ね。タワレベ10でもタワレベ13来るし、14来るしみたいな。それがな、そのまあ、なんだろうな、勝てなかった時はふざけんな、ユニレベ高すぎだろうとかなるんですけど、それがまたなんかいいみたいなところもあったんですよね。お前は高すぎるって、不可能やってぐらいがね、なんかこのドキドキできてね、ちょっと M 気質な人らは喜ったと思うんですけど、もう今はねタワーレベルプラマ1しか当たんないっていうね調整が入っちゃったんで、それがな、まあこの企画やる上ではまあいいんだけどね、勝ちやすくはなるんだけどね。刺激が欲しい。俺らは、俺らはね、そんなの求めてないんだよ。フルカウンストが欲しいんだよ、今。このユニレベでフルカウンストを倒すのが気持ちいいんだよね。いやー、いいインフェすぎんな。めちゃめちゃ焦げるな。いや、これメガナイトとかもし来たらね、終わっちゃうよね。さすがにか。いやー、強えぞ、リトプリ。しかもウッドサイターやん。終わらせに行きます。なんもないね。うい。さあ、4800到達。ゴールドでけえ。ゴールド8万あるんで、まあ、1個ユニレベ上げれんな。ヤナアメかスケルトン。いやー、どっちもなんか、微妙か？残しとくか。ゴブリンバレルとか他のユニットにね。アーディム。なんか、エイリアみたいなバナーだったな、今。なんだあれ。うわ、これバレル来るかもね。ウォールブレイカー、ああ、いや、なんかちょっと強そうな顔してない？おや？ん？どうした？うん？おお。めっちゃステイしてくんね。いや、レベル高いね。リトプリ12？同じやで。足前リトプリ12。戦い方おもろいな。ギャンブラーだ。いやー、メガナイトね。いやー、これ、メガナイトあってよかったな。いやー、これ守れないっすね。でも、多分相手もこれ、守れないと思うんですよ。いきます。この防衛。で、ウッド使ったらまあバレるっすけど。いやー、ロケコ入るよ、これ。拡散がチク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 。でか。うえ、ナイス。さあ、また来た、タワレベ11。君は僕を楽しませてくれるかな？すぐ終わらせないでくれよ。ロケコ9やん。え？なんでタワレベ11まで行ったんっていう領域じゃない？え、やるなってことは、
彼もスケブが13、スケブキッズやん、スケブが13。なんかおもろいな、知れてよかった。でも他にもいそうだね。メガナイト11。いやー、これでなんかバレルとか飛んできたらやだよね。いやー、ナイスガーディアン、強すぎる。からの、まあ、バレル飛ばすとまたスケベ来るかな。ローキコまで行っちゃいたいが、行っちゃえばよかったね。コウモリスケブアイウィズロケコね、ちまちましてんね。だいぶメガナイトのフルカウンターだけ気ぃつけて。いやーでかいね。まだまだカード出てないんだよな相手。バルーンとかあんのかな。いやーかわいいロケコ。うっ、タイミングよ。スケは俺が冴えた瞬間。なるほど、エディババレージのため。エリババレージ進化ロケコや。ボムタワーめっちゃ強いんだけど。13レベボム、守りのことしか考えてない。いやー、うえ、気持ちいいね。さあ4850、順調すぎるな。タワーレベル11、ちょっとこの基準が上がってきたんじゃない、全体的な水準がね。11がデフォになってきてる。さあ豚くる、ホグライダーはやばい、待って、やばい、そのマジアチャマジやばい。エンターテイナーいらないよね今。いや、ウッド使ってくれたでけえ。ウォールブレイカーまで行きます。ミラーウッドがあったらね、今これミラーウッドだったら止まってたけど、それ以外だったらもう危ねえ。てか強、バレル。バレル13ぶっこれだな。さあ次は10ですね、いってら。プリン、なるほど、11プリンね。いやーちょっとやばいなそれ。え、これやばいな、なんか来たら。ウルトラレアいっぱい持ってんな。いや、いっぱい持ってんな。ちょっと待ってくれよ、一発だけでいい。あー、それ渋。インドラ怖いよな、フリーズとか笑えないもんね。やば、ウルトラレアナリキン野郎だこれ。言い方悪すぎるけど。一発？いやー、まあ悪くない。プリンセスイン、おー、めっちゃ姉妹プリンくる。メガナイトね、入るんじゃね。いやー入んねえか。まあ相手の主軸がなければ勝てるもんな基本的に。まあここは踏んでくるね、踏んできてメガナイト抜けてインドラが来てみたいなサイクルかな。いやこれ囲めそう、やべ囲めねえか。いやロギョー強すぎた。ウォールブレイカー入ったら落ちんの、一発3400あるし。うい、さあ4900到達。ウルトラ、これフェニックスかメガナイト、お願いどっちか。ウルトラレアで一番好きなのに、マザーネクロと同じぐらい。わ、ユーノ、ユーノめっちゃ欲しいね、好きだから、好きだから入れたいけど、安定感って言うと微妙かもね。さあ11きた、 2.6 オンファイヤー、 2.6 億ですよ、よろしくよろしく、ありがとう、礼儀正しいね、ロケコ。いや、まあ、ホグっぽいけどね。集中。ライディラ。メズラ。
アイドルね。いやロケコ強えぞ。13だかんね。あーまあまあまあ、これキング起動してきたらグララに詳しい民ですね。あー詳しいよね。え待って、ゴーレム12ね。いや俺ゴーレムと多分あんまやってないんですよこの企画で。しかもメガナイトなんでちょっと怖いよね。ライトニングドッキリとかある。うわマジちょっと怖いよな。えマジちょっとやばいね。待って怖い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 。メガナイト、メガナイトとかですね、あの12レベルが怖すぎる。急に出しとく。えなんかイニメ高くね。相手も持ってんだな今までのやつらも。普通にちょっと上来るだけでビビるんですけど、ファルチ13なんですけど。待って今ダメージで負けてんのか、やばいね。いやダメージ受けれないね、やばい。待ってやばい、待ってちょっと待って、ここに来て普通に怖い。いやライダルとか Q なんだよな。今のファルチやばいね。集中、この企画まだ終わらせるわけにいかない。いっちゃおうぜ、相手止まんなくね。よしよしよし、いやいいね。でウッドとかを使ってくれたりしたら嬉しかったりもするが、いや火花パチパチある。いやロケ砲最強説あんな。やらむって、いやメガネ強っ。よしよし、やれやれ、よくやれ。オーケーオーケーオーケー、メガネと長生きおじさんね、素敵ね。いやオールブレイカー行って絶対ユニットなんでロケコで気持ちよく。よしよし、延命してボムを置くからのバレルで攻める。いやめっちゃいい、めっちゃいいよ。怖いねそれ。うん、しかもガーディアン12や。待って。おー、危ない。いや、危ない。危ない、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 危ない。いや。怖っ。マジ。マジ、あのファルチの釜入った時ビビってるな。寒っ。寒い、寒い、寒い、急に。いや。いやー、俺13ゴールでも3枚あんのか。3枚って恐ろしいな。12が2枚。いやーまあでもそんな鬼高いとかじゃないもんね。ちょっと高いぐらいなのか。いやービビるビッグボーイ。ビビる、心臓が持たない。さめがえて12、おもろくなってくんね。大きく8ね。戦いたくなくなってくんな、そろそろ。いやさすがに金起動して、え怖っ、って金起ミスってるわ。まあまあまあ、こユニット探してロケコとかメガナイトで回収からのゴブリンバレるよね。プラン通り、ゴッツプラン。まあウッドがなけりゃ幸せですよね。いやロケコの拡散エイムが、踏ん張るねあんた。よし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 、まあいいカウンターですよね。さあ4971到達、次で5000、かつウルトラ。え待って、これ余ってるっけ。余ってんな、余ってたらメガナイトに使っちゃいたいな。指南書でね、13から14にしたいんでね、確実にこれ手に入れとこう、メガナイトにね。よし、さあ5000昇格戦です。タワーレベルは10っすね、普通だね。やっぱウォールブレーカーにウッド使わして、もうゴブリンバレル13で終わらす。まあまあスケブね、プリってなんかこういうコカツ系多いな。たまたまプリンセス芝居てくんねえかな。メガナイト、さすがに芝けないか今の角戦じゃ。
よいしょ。相手コスト漏らしてんな、だいぶ。おもらしくん。ごめん、なんかおもらしくんとかあだ名つけちゃって。本当にごめん、ね。トリトン10や。え、完璧なトリトン来てる。え、アイスイズも10や。え、やばい、スケルトン。気をつけ。これがユニレベの暴力。ちなみにスケルトン部隊があるんで、まあ、読みやなめとか決めちゃうと、ミセプね。やっちゃうか。絶対来るぞ。ほい。なあ。はい、5000です。いやー、気持ちいい。てか、まあ、まだまだ、まだまだ余裕かな？余裕かな？どうですかね。余裕な顔はしてるんだけど。さあ、5000、ぴったし。お、あ、こっちがね、5000から解禁されるんだね。なるほどね。ゴールドだけもらっちゃおう。ラッキー。からの、セールがさ、どでけえやつが来ないんですね。おめでたいやつがね、なんもないやん。ってことで、今日はね、ここでストップかなと思います。まあ、そろそろね、こういうおもろいやつらもたくさん出てくると思うので、まあ、気合い入れて集中して、このままね、7000行きたいな。最初なんか目標で6000、600とか言ってたけど、7000行きます。というわけで、お疲れ様でした。